えーまあ、今スシローで、えー、騒いでメディアが、まあ、くだらないことをあいろいろ追求してるというかスシローの株が下がったとそれでまあ勝手にグリコ森永事件で、えー、その店頭に飾ってある何に毒を入れる。 それを食べたらら、死んじゃうから、えー、グリコの方はあそういう連中に金を払ったんですねそして身柄は解放された多くの強迫事件がその後、続きましたこれで、えー、スシローがダメージを受けてメディアに報道されることによって これがまた恐喝につながるんですよ。だからくだらないことで報道する人ないじゃないかとは知るこの今日本はもう恐喝詐欺、ものすごい人口で、この若い人たちが真面目に働くよりも恐喝した方が手っ取り早い、騙し取った金の方が利益率が高い。 経常利益はもうこれ90%だあとの10%はあのー、マンション借りたり電話代払ったりそういうものが10%交通費が入って10%で90%は荒利益ですよだからものすごく手っ取り早く金が稼げて贅沢できてそして警察は追いかけない 警察に守られた詐欺産業が発展してパチンコ産業をしのぐ大きな産業になってることを国民も政治家も知るべきだと思うんですだからスシロー、スシローで今みんながスシローの名前していてスシローの宣伝になってるけれどもスシロー行って寿司食べたら子供がペロペロ舐めた寿司だと。 犬が舐めたんじゃないんだよ、猫が舐めたんじゃないんだ。犬とペロペロしてる人もおるじゃない。人間の子供が舐めたんだから、子供と舐め舐め,舐め舐めして,してて、子供が舐めたすしは汚いもんだと言えるのか。ね、犬,が舐めて犬とペロペロしてる人もおる。 犬と一緒に寝てるじゃないか。だからそのぐらいのことはもう常識としては当たり前と思ったらいいんだ自然界では。え、ね、だからたまたまそれをカメラで撮ってなめてる状態が分かったからそれを騒ぎ立てて。 同じことで次のまた寿司屋でお前とこも舐められてるぞと報道すればちょっと待ってくれと客は来なくなるからいくら欲しいんだと言って何千万の金が恐喝される寿司屋も出てくるだろうとだからメディアというのはそういうものをあんまり報道すればそれを真似して 何かいいネタないか恐喝のネタないかともう今追い詰められたヤクザも右翼もみんなそういうことばっかり考えてんだよ金取る方法ないか金取る方法ないか脅かすネタはないか脅かすネタはないかとそこへスシローのヒント来て大体みんな頭の弱いやつが多いからあこれと同じ手口を真似してそして舐めた写真を撮って それを送りつけてお前とこの字はでもなめられてるぞと筋色とだ第二なんだなと言ったらちょっと待ってくれその写真書いとるよとねそそな写真なあそしろ行こうはどこの字は行こう回転どしゃ行こうが簡単に作れるじゃないそれルペルとなめてる写真撮ってそれをまた台戻したぐらい簡単に作れるじゃないそれ誰かに撮らしてそれを送りつけて ね、そういうふうに社会を混乱さすことは決していいことではない。だからまああんまりメディアはそういうものを広げるようなことをしないように今すローすしローって言ってから何のことかなって僕は思ってほんなら子供が寿司を舐めてたとか。ね 食べる前に舐めてもいいじゃないか別に。どんなに食べようが。だから本当に心象膨大というか小さなことを大きく取り上げるメディアの捉え方に私は抗議したい。ね。だからあーまあ子供が舐めたらね。まあそれでいいじゃない別に。 それが他の人が食べても毒入ってるわけはないから、ね。子供だからまだ大人よりきれいわね、子供の方が。少なくともバイドクにはかかってないから、子供は。大人はたくさんかかってますよ、バイドクに。バイドクジャパンと言われるほどバイドクは普及してる。性病がね その梅毒の患者が舐めた寿司ならまた問題だけど子供は綺麗なもんなんですよ子供はだから子供が一番綺麗なんだからその子供が舐めてそれを他,他の人間が食べて別に問題にするような問題じゃない、ね、寿司のもかわいそうだそれじゃ本当にそんなものをマスコミに報道されたばかりに もともと報道として捉えなければ、こんなものくだらんことが報道するなと言えば、ね、闇から闇、どこのレストランも調べたら、問題だらけだと思うよ、私は。みんな学生アルバイトが、ね、来て適当なものを作って、まあ、ほとんどのレストランはそんな学生ばっかりじゃない、ベトナムにも来てるし、ね それはカンボジアの人もネパールの人もフィリピンの人もインドネシアの人も来てみんな働いてるじゃない。問題が生活習慣が違うためにいろんなその日本にとっては不潔だなと汚いなと思うようなことばかりをみんながおいしいお家で食べてるんだよ。中身分からんだけなんだ。中身み見てないから分からない。だからスシローもかわいそうだよこれじゃ。ね これ報道されたことによってスシローの寿司商売の経済活動に株価まで影響する売り上げも減るだからそこまであの混乱させほど今日本はそんな暇なあの国はないんだ今大変な安全保障上で今原,原,子原,原発搭載のミサイルが 明日東京に飛んできても不思議じゃない危機を持った国なんです、今。スシローなんかで騒ぐことではない。ね、メディアの方々も、そういう、あのー、倫理道徳、そしてメディアというものの影響力を考えて、社会秩序の安定のために、まあ、くだらないものを取り上げて、これ、スシローの攻撃する。 のと必ずもう一回また二番千字でスシローを恐喝に行ってるやつはおるかわからんよ。こっちの店でもなめてたと言ってるまたお金払うかわからん。他の寿司屋へそのネタで恐喝に入ってるやつはもう二三十件あるだろう今現代で。払ってるとこもあるでしょう。 だからガーシーの問題でお前三木谷と同じ目に遭いたいかと言ってもう 15, 兆え15億円から20億円ぐらいもう稼いでるからガーシーは同じ手口で第2の楽天の三木谷になりたくなければ金払えっていうことでしょだから今ガーシーと N 国党の方は金に 金に。いわゆる、今恵まれてますよ。それもみんな報道から始まってる。ね。だからの、三木谷が強化とされていると。まあ、そういうことから、どん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 、他のやつに移っていって。英米血の松浦は一。一億円払ったとか。ね。熊谷は二億円だ。 前田は2億何万と。前田は5千万円か。次から次へとみんな払うんだよ。自分のそういう問題をさらけ出されたくなければ、ガーシーによって。だからガーシーは潤ってるわけ。だからそういうものを、きちっとあ、そういうことをた,ための。やはり、ばらするならばらしてみろと。 そんなことでは俺はいつでもお前らに払わんとという根性のある経営者を作ることにいろんな面でですねやっぱり評価しなければ、うん、だから学生、まあ、松浦の場合は覚醒剤でしょうお前の覚醒剤どこで何歩で買ったかバランすぞとうちはあの,あの人間なら分かるから。 あ,あ結構だよとバラしてくれと。ね、覚醒剤であろうが、うん、あのコカインであろうが、ね、っと俺はビジネスのために頭を回転よくするために使ってんだと。それはもうつかまぬ覚悟でやってんだからバラせと。それをもうバレてんだから松浦千葉小室は覚醒剤で成り立ってるちゅうこと。 ほとんどの人は知ってますよ。知ってたんだからも、う、どっちもにバラされんのも、ゴ歩、ポヘアだ。だから、バラせとお前みたいな月に一銭も払う必要はないと。バラしてみろと言ったらバラされないかもしれないよ。バラしたら見よくてで訴えたり。証拠見せろと言って。証、う、拠、ん、わしは、 証拠持ってるから言うんだよこ女証拠見てるとロサンゼルスのどこどこホテルで誰からいくらで買っただろうと証拠を持ってるから言えるんでしょだからそういうふうにガーシーは証拠持ってなくても言ってんだよだから根性のあれやつをもっと増やさなければ脆弱な良い国家な そういうものが100万におったら日本の抑止力になるわけですよ。ね、そんなはい1億円でこれで勘弁してくださいと。そう,いうことすると次から次へと真似をするからみんな。松浦1億円払ったじゃないかと。なか俺もやるわと言って次から次へと1億円払っとったら ABX 潰れちゃうよこれ。 だからあの熊谷も前田もその他いっぱい払ってたおるけども何十億払,払ってるや今だから払うなつねはそういうゲスのねくだらない恐喝に捕まえる警察もすぐに恐喝で、はい、細井さん総裁ありがとうございましたと。 先ほどの,あ先ほどの、えー、木村君たちのあの、えー、なんとか言う人三沢,ああの三沢さんあれは、まあ、新右翼の運動生たちということは分かりましたけども詳しくは分かりません。でも私はあのどっちか言うと 私の網は、えー、前にも言ったけど目が荒くて細かい情報というのはほとんど把握してないんです。だから世界規模世界規模で動く大きな物体を捉えてその大きな物体と世界との関わりとかあのー そういうことは得意とするんですけれどもえー、細かいまあ細かいかどうかは別にして私の網にかからないものは私の頭に入らないもんだから私の網はようなクジ,ラクジラは取るけどマグロは抜けて出る細かいサンマとかイワシとか ね、そういうものは全部もう通り抜けちゃうから私は分からない。だからあのクジラの話ならばお答えできるわサンマとかイワシとかになってくるとまあその人がイワシというわけじゃないんだけども私の網にはかからないと。だからクジラ専門の人間と思ってください。申し訳ないけど。 山さん、株のインサイダー取引って説も出てましたとコメントがあります。望月さん、おはようございます。同性婚についてはオリンピックでもレインボーカラーを使用し、G7 でも日本だけ同性婚反対ですからね、一昨年は札幌地裁で同性婚を認めないのは違憲判決が出ましたからね、いつもありがとうございますとコメントがあります。だるま大輝ささん、ん、よろししくお願いします細井さん警察官僚や幹部の天下り先が 他の省庁よりも少ないので、こうした事件を起こしているグループと手を組んでいる可能性があると見ましたが、いかがですか、天下り先のパチンコ業界も期待できませんから。まあ、天下り先はね、今あの増え、増えつつあります。まあ、例えば、えー、保険会社はほとんど、まあ、アフラクをはじめとしてですね。 お金を払わわない主義に変わってきてきます々日本の資本で成り立ってた保険会社損保生命保険損保まあもちろん銀行もそうなんだけども特に損保にはですね警察は今引っ張りたことです。なぜならば交通事故は多いから交通事故で その損害金を払うか払わないかは警察の各所轄の所のですね交通課の裁定というのはもう重要なあの金額を決める一つの判断基準があるわけですだからどちらの加害者側の責任か被害者側の責任かは警察署の 係員がデム決めるわけですこれは加害者が悪いこれは被害者が悪いだからそういう意味で私の息子も一人タン車に乗っててタクシーとぶつかり合ったどっちが悪いんだったら息子はあタクシーが悪いとでタクシー側もあの実際はあの認めて 後ろ見ずにドア開けちゃったということを認めてその責任はタクシー会社側にあるということを認めてるんだけども保険会社はいやあの被害者がぶつかってきたという形になんてますよとこう言ってきただからそれはあ警察の長書によって被害者が悪いように作っちゃってるわけです。 それをできるのは警察の OB が損保会社に入ってるたくさん。だから事故,事故別に全部どこどこの警察署が事故を担当してるとそこへ行くなり電話かけたり警察 OB が行って保険会社ができるだけお金を払わず,払わずに済むように調書を作ってもらう交渉をするわけです。 保険会社が警察に圧力をかける、警察の OB を使って、そういう意味で天下取るようなもんです、これは。たくさん警察の OB が保険会社によって、警察署とやっぱりパイプがあるからね、元の同僚だから。そういうふうに損保側が有利になるようになる。そうすると、全部損保側は外資ですから。 外資といっても悪い外資もあればいい,悪い,いい外資もある。今、ハゲタカの保険会社です、日本は。政府もハゲタカです。ハゲタカはあ、まあ、ア,メリカのアメリカのギャングと一緒なんですよ。ギャングと。だから、みんなギャングが保険会社をみんな支配してると。だから、あのリプルウッドにしてもサーベラスにしても。 でいろんなものをはげたかはまともなあ金融機関でもなければなんでもないただのギャングギャングが保険会社日本の警察 OB を使っていろんな調書を作らすだから被害者が加害者になっちゃうんですそういうことではいっぱいある私も経験してるからそういう意味でですね警察の OB は最近損保によくいってる。 まあ確かに全体を見ればおっしゃるとおり、天下りが少ない、だからみんなやめて行政,行政処置の事務所を開いたりして、いろんな悪いもの、あの悪事を働いている OB がたくさんおります、えーまあ、いろんなところと委託し、警察の機能は非常に筆筆になってきた。 まあこれらも天下りとかそういうものの影響があると思います。国税の OB がなぜ企業に入るかそして脱税対策をやってるかこんなもじゅまを認められないよその国ではだから絶対そういうことはやっぱり無駄なことですよね国としては無駄,無駄なことをやめればいいんだよ だから徹底してるのは、やはりまあ、キム・ヨジョンさんです、無駄なことは全部許さないと、止めると、そして排除すると、こういうやっぱり無駄なことに関しては、ごリカは、キム・ヨジョンさんほどやったらまだ大変だけども、まあ、キム・ヨジョンさんの10分の1ぐらいは日本もさ見習ったほうがいいと思います。細井さん。 風俗業界も見入りが少なそうですからとコメントがあります。ほうね、望月さん、同性婚は反対です。スシロー問題は触りすぎですよねとコメントがあります。<laughs> 望月さん、解雇された板前の払いせいかもしれません。すでに自動機械が寿司を作ってますからねとコメントがあります。うん、細井さん、総裁ご丁寧にありがとうございました。天文を買いそうにしてもらさずという言葉を思い出しました。本当にありがとうございましたとコメントがあります。 望月さん、バスやタクシーなどの公共交通機関は基本的にそうです。狂気ですから。とコメントがあります。細井さん、保険会社のやり口に身に覚えがあります。ハゲタがヘッジファンドは悪質ですね。よくわかりました。とコメントがあります。以上です、ね。はい。